さんみたいなこんな感じで流行っとったとかっていう噂を聞いたことありますけどね、うん、でもそんなことは置いといて、まあ、こんな感じの動画感じになってますなというところでございますね。直近1ヶ月の人気って何、見れたっけ、28日間の上位コンテンツあるな、ね、ステロップ入れの840、再生数の動画で、それの前にちらっとちょっとなんか千何百再生いったのがあったんだよな、何だったっけな、あこれだ、うまかちゃんとかね、うまかちゃんがあるうまかちゃんもあって、超つまねえよって言われそうですけどね、これの動画がなるべく悲しくなるよ。うまかちゃんがある。あれだって、作業的には、俺、ピーチェとして、うまかちゃんがある、甘かちゃんがあるって言って、それをもうほぼ無限にして、そのままピーチェ開けただけですからね。まあ、めんどくせえですよ。ねえ。18日ね。高評価中でピーチェとか、まあまあまあ、栄養価もつくわ、そりゃね。なんでかなと思ったんだけど、これなんかもう、ねえ、な上がり方せよ、アナリティクス見たら。おい、ね、ポンポンバーやろ。こっから1600番からは10歳でとかやろ。まあいいな。全然いいわ、ショートは本当に。で、多分人気のところはこっからさらにブーストがかかって、気運がかかって、200万、300万再生とかまで行くと、自動のスワイプのところに誰にでも連れとってはダメだから、あの青銀とかが多分そのライン越えてきてるから、あの岡野武さんとかね、岡野武さんとか青銀とかひろきさんの基準とかなんだかそれじゃないのでいう感じなのかなっていうところですよね。だから同じような感じで先行して TikTok やっとった人がうまいっていうのもそうなんですよね。あのだからオメシスなんかもそうなんですよね。あそこ確かオメシスって TikTok のフォローが300万とかいるんですよね。TikTok の会社に関して言うと、ヒカルさんとか、そのかゆのもんなのかな、うん、なんですよ、うん、そう、あっちのもんとかって言ったら、先日やってましたもんね。あんなわけのわからん、わけのわからんって言ったら、あれですけど、とりあえず、両者のフルスタッフと、くるくるなるような、そんなね、ひと言と、ちょっと、ね、重かったですからね。あれが多分、だから海外でも多分、海外のチームより結構かぶんだと思います、実は。あのアジア圏とかね、中国とか行ったら、きっとすっげえ知名度、オメシスってあるんじゃねえかなと思いますけど、まあ、遊びと表記で行ってますしね、オメガシスタンスって、うん、行けますからね、うん。そういうのとかもあったりする感じですね。だから、向こうの方のだと、伸びてるやつだと500万再生とか行ってますもんね。うん、だから、YouTube のショーツでも TikTok 用に作ってるのとてもできてる感じが あるのはありますけどね。うん、実はだから、YouTuber 版ジュニアさんかもしれないっていうところがあったりするんですよね。実際、言葉がわからなくてもね、わかるような感じで作りにしてありますもんね。が多いですもんね。まあ、もちろん YouTuber であるみたいなね、VTuber であるとかね、やってるもんね。ありますよ。VTuber であるって、頼れわーおぎったら、うん、で、こっち用にありしっていう感じがありますけどね。まあまあまあ、アリーとも小林さんやってますからね。すごいですよね。そんな性格もうまいなと思いながらね。そういった波に、ビッグウェーブには乗っかれない。なぜなら、機動力がね、その行動力があるから、すぐに取りに行けるんですけど、やっぱりね、編集してあげるまでのね、ところがね、ちょっと楽がね、開くのがね、もともとそれじゃあね、撮ってきてね、5時間かけて撮ってきてね、その日のうちにね、7時間編集してね、アップロードして、っていう、その、一本釣りができるようなね、体制でもないんでね。そこのところは、あえて、もう、やっててね、行こうかなっていうところなんでね、うん、だから普通の YouTube やってる人とかの戦略もう基本的にはね全然違うんだけど、まあでもそれが結局によってきてこんだけクソみたいなね、動画上げ続けてでも結局5000再生が入ってるってのは本当じゃないかなって50再生とかねこんなんですけど結局1200本動画があったら手術持って1台手術の再生がだから、平均5再生入ればいいわけなんで、5000再生になるわけでしょ。1000本あったら。
防災生だと6000再生だもんね。まあ実際はだから、あれいった感じ、たまにピョンって500再生とか800再生の回答があるとね、こういうふうにツイッタートータルで、流し、時代走っていくとこういうふうになってますよ。いきますって感じですね。再生数のなんかある？ちなみに、じゃあ、長期間の、全期間ってあるんだ。こんな感じで。ちょっと、ポンって飛び抜けたのがあるんでね、変なグラフになってきますけど、これよくなくて。これ多分あれだね、ポンって抜けてるのは、この一番最接近くまで行ってるのは、多分三岐鉄道のやつですね。あれの時にピョンと行きましたもんね。で、その後はずーっと行っとって、日あたりは300再生とかがずーっと続いとった時期だったんですけど、で、500とかもね、行っとったんですけど、まぁ、ちょっと最近は100再生前後で落ち着いてるかなっていうところですね。まぁ、たまに900再生とかポンって出てきますけど、っていう感じで。で、累計が324と、まぁ、ちびりちびりと7とかって感じでね。一番増えた月で、あ、4増えてる時ある？あ、4増えてる日が1日だけあるけど、っていう感じですよね。そういう感じでぼちぼちとして、まあ、結局上がり上げ下げがあるので、まあ、結局、視聴回数は22万ね、来ましたと、今、そう21万 9,776 ね、もうちょっとね、もうちょっとで、22万、まあ、もうこっちの方はもう22万に出てますけどね。で、再生も6400時間、結局考えてみたら1日24時間ですから100日1000日で2400でしょ。4800だから2500日分ぐらいか。2500日分ぐらい。すごいね。そう考えると一人でずっと見ようと思ったら2500日って言ったら8年。ちょっと計算できない。2500を割る365。まぁ、ちょっと、ウルードって入りませんけど。6.8 はね、7年近くかかる計算ですもんね。いやぁ、そう考えると、いろんな人に出ちゃいちゃったら涙かいです。いや、思いますね。ということなんかもね、ちょっと思いながら。まあ今の感じとしては満足。まあ今後も、まあそこまで方針としての変更はないのかな。うん。まあそれ10月はちょっと10月末まであれがあったんで、で11月からのその週10本投稿に向けてもう一準備をする段階をちょっと作ってね。で10月の引き出しからのやつはちょっとその準備の段取りが整わないんで。11月から週3の投稿です、ね、きっとまた年末にちょっと多めに投稿とかやったりとかするような形で、持っていけたらいいのかなと思います。もう動画のストック自体はあるんで、あとは結構上げる方メインでね、収録もこんな感じで、まあ部屋取り方からしばらく収録は部屋取り方もいいかなと思いますけど、飽きないで出かけたい気持ちもありますけどね。あとあれだ、またね、ひとし暇なやつができそうなんで、じゃんけんの旅になんかいい。あれだったらね、別に出勤も何も選びませんからね。最悪、雨でもね、車の中のドライブ動画なんで、なんとかなりますからね。日付も、時間帯も。うん。あれはもっと来るのは、だから電車旅だとどうしても昼間でないとあかんとかありますからね。そう、縛りが一番ないのはじゃんけんの旅なんで、そのあたりとかをうまいことを活用しながら、動画の方もね、撮って流してね。また、ちょっとね、そのね、まあ、大津さんみたいにね、ギラギラ楽しいよっていうよりはね、ちょっとクスっていう感じのね、やつとか、インテレスティングな感じのね、動画にはなるんでね、ちょっと、その、テイストがね、どうなんやというのはあるかもしれませんけど、まあ、ね、たまに見たら、まあ、なんか、いいかもな、と思えるようなね、ところに落ち着きたいんで、よかったらチャンネル登録してね、行ってもらって、なんか、ちらっと気になった時に見てもらったら、ね、毎日更新してますんで、で、プレイリストでね、見てもらって見やすいと思いますので、そのあたりのところでご案内してますのでね、よかったら、また今後ともよろしくお願いいたします。という感じでね、
20分しゃべってんじゃん、結局すげえ。お花もこんなもんでいいや。さっき1時間半近く喋ってるからこんなもんでいいや。よし、ということで、もうだって12時半だもん。あ、12時じゃない、22時半だもん。これぐらいで締めて、私も動画の編集、夜の分にかかっていきたいと思います。以上でございます。また来月もやりますのでね、このシリーズ、定期的にやっていこうと思います。よろしくお願いいたします。ということで、この動画は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。